さつまいもの収穫体験が行われたのは、立川市幸町にある川越動力地古民家園。ここには江戸時代末期に建てられたかやぶきの民家が残されており、地域の歴史と文化を学ぶ場所として市民に開放されています。またこの地域ではどのような暮らしをしていたかを体験しながら学べるさまざまな講座も開催され、今回のさつまいもの収穫体験もその一環となっています。この地域では昔から水が豊富ではなく、水田の代わりに芋などの農作物を作り生活をしていたそうです。講師を務める市内の農家の方々からそうした歴史の解説があるというのも、この収穫体験の特徴の一つとなっています。古い建物をですね、見学いただくのと同時にですね、農作業体験、当時の生活などをですね、体験していただく事業というのを行っております。この機会、また見学などを通じてですね、学んでいただければということでやっております。今回も応募者多数により定員を増やしたというほど人気があるこの収穫体験。家族連れの参加者も多く、普段土に触れる機会の少ない子どもたちも一生懸命さつまいもを収穫していました。今年は猛暑の影響でこの畑では若干不作となっていたようですが、それも自然と作物の関係を知るには重要なこと。最後には採れたさつまいもの試食会が行われ、参加者らは地域の暮らしを体験しながら学ぶことができたようでした。大きいお芋が掘れて嬉しかった。今日は芋がたくさん掘れて、昔の人はこんな苦労していたのが分かってよかったです、ね、いろいろな体験をして、普段できないことができるので、親子で楽しめるのでいいかなと思います。